パスチラ各種、コロムナ風パスチラコロムナパスチラ博物館の入り口、パスチラは、ロシアでポピュラーな甘い菓子である。レシピにより、材料に卵白とリンゴのみを使い、マシュマロに似たものから、より食感がしっかりした、コロムナ風まである。複数の資料によれば、パスチラは14世紀から作られてきた焼き菓子である。20世紀初頭まで、この菓子は、 ポスチラと表記されることが多かった。他のヨーロッパ諸国にもパスチラに似たデザートがある。19世紀以降、コロムナとルジェフで製造されたパスチラはヨーロッパ諸国へ。パスチラは粗く潰したリンゴ、特にアントーノフカ、チトーフカ、ゼリオンカといった酸味の強いロシア産の品種を使用。これにクランベリー、ラズベリー、ナナカマド、カシスといったベリー類を加えて作ると、 赤いパスチラができる。パスチラ作りに欠かせない材料としては蜂蜜があり、16世紀には砂糖の代わりに使用されていた。また、この他に15世紀以降は卵白も取り入れ、主に白いパスチラを作る際に必要となる。ナッツなどを加えるレシピもある。伝統的な作り方では、ペチカのオーブンで焼く。ペチカのオーブンは、 比較的低温で長い時間加熱できる効果があり、これにより生地に均一に火が通って第一段階が完成する。粗熱を取った生地を木の箱に、幾層にも敷き重ねると、オーブンで二度目の低温加熱を行い、パスチュラが完成する。1917年のロシア革命以前、ロシア国内では、コロムナ、ルジェフ、ベリオフで作るものが特に有名であった。 コロムナ風は均質で層がないのに比べると、ルジェフ風は、長年の伝統的な製造技術を保ち、ナナカマドとクランベリーのマシュマロを薄く2層もしくは3層に、重ねていた。ベリオフには1888年開業の店があり、創業者の実業家で商人のアンフローズ・プロホロフの、名前を付けベリオフ・プロホロフ・パスチラと呼ばれた。ソビエト連邦時代、大量生産のため、 小さな白い棒状のパスチラが登場し、全国に流通して知名度を得るに至った。味はフランスのマシュマロにより近づいた。ロシア革命以前、コロムナで製造していたレシピは2009年1月設立のコロムナパスチラ。同館が入る建物は以前のパスチラの販売店を移築改装してある。店はもともと16世紀初頭に、 コロムナ聖ニコラス教会とコロムナクレムリンの近くに建設されたのであった。近年になり、ベリオフではパスチュラを家庭で作る伝統が蘇っている。ありがとうございます。